今週もありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、介入がね。 えー、月曜日に口先で入ったのとお引き換えにですね1週間ずっと警戒を解くことができなかったんですけどもまあ引き続き警戒はしながらもその警戒を抜けていくんではなかろうかというふうに思っております今ご覧いただいているのが8月19日、えー、深夜3時でもうちょっとね土曜日といえどもチャートの方動いてるんですけども下落トレンドが発生したんじゃないかなというふうに疑っております、えー、というのがずっと上昇圧力上昇圧力って感じで一方的に倍で 来たわけけなんですけどねこの辺りはずっと倍で上ってきましたよねで横ばいが入ってそれを抜けて深夜に限って上っていったっていうところがあったと思いますしかしそれもね終わりまして、まあ、横ばいを挟んでこれが転換になるんじゃないかなっていうふうに思ったのと実際に、まあ、介入水域がですね、まあ、ちょっと146円から147円に向かいそうになったところで多くの投資家があーきっとですね えー、セルとバイの入れ替えをしたんじゃないかなというふうに思いますまあ私もねまだセルはあの初めて金曜日の夜に入れたんですけどもこれから売りの勢力の方が強くなっていくんではないかなというふうに見えますねそれがこの 高値の切り下げに見えてますし、安値の切り下げに見えてるかなってところです。で、こちらがポイントになったわけですけども、ここもね、結局抜けそうでしょ、一回跳ね返ったんですけどね、一回跳ね返ったんですけども、抜けそうですよね、やっぱり改めてね。まあ、これも、ここまでは予想した通りなんで、こっからですよね、4時間の方を見てみると、4時間も下落の方に向かっていることが分かります。で、こういうふうに。ここを頂点にして、もう陰線が目立ち始めましたよね。ずっと上昇の時には、 小さな陰線と陽線、それでたまに大きな陽線が出てきたっていう流れだったんですけども、今回は陰線がかなり、えー、大きく見え出して、さらにね、移動平均線を横切っている感じになります。まあこれはあ移動平均線がこういう風うに下がってきて、その下にこのチャートの束が移行するんではないかなと思ってますよね。ずっと上昇トレンドの時は上だったでしょ。それが下にきだしたんじゃないかな、きだした、きだすんじゃないかなってとこですね。 下に切らすんじゃないかなと。で、1時間を、あ、1時間じゃない。一日足を見てみると、1日足は、多分ね、1時間4時間がこう下がっていくときに、一旦この辺りで跳ね返って、また上昇に戻る、懸念はあるわけですよ。それはまだ全然わからないんで、1時間4時間を見ながら、日足の方も、ちょくちょく見ていこうかなっていうとこです、うん。まあまあ、あのー、介入のこともあるんで、 ここからね、強い上昇トレンドってのは発生しにくいわけですよ、うん。まあ、それでもね、円安が限りなく進むかもしれませんけどもね、うん。その辺はだから、長い目で見るところはまだ何とも言えません。ただ1時間4時間レベルで見ると、下落の方に進み始めたのかなってところですよね。で、今回はね、今までみたいに、大きく上昇、小さく下落。大きく上昇、小さく下落。 大きく上昇っていう流れから、下落もそこそこ幅を大きく効かせると思うんですよ。そしたらその分、上昇の圧力が弱まっていくというふうに考えてますね。それが、冷やしの見方です。まあ、今のところはこんなところですか。今週はおおむね、えー、思った通りになったかなっていうことと、あと、介入が月曜日に入りましたので、介入を警戒しながらの、えー、レンジ。レンジじゃないわ。トレンドですね、えー。特殊トレンドってものがあり、それが終わって横ばいに入って、 ま、横ばいから、今、下落を疑い始めたところで、今週が終わったってことですね。はい。じゃあ、また改めて、1週間のまとめでお会いしましょう。それでは、お疲れ様です。